このあと急激に強まる大雨、暴風に警戒してください。以上です。では次です。衆参のねじれが解消されて初めての本格的な論戦の舞台となる第180度臨時国会が召集されました。安倍総理大臣は所信表明演説で政治の戦略の実行が問われると訴えました。日本が力強く成長する姿を世界に発信していこうと述べ、デフレからの脱却に向けて産業競争力強化法案などの早期成立に協力を求めました。今日召集された臨時国会会場を開催して頑張ります。一方、野党側は議論をしなければいけない課題は3時です。